じゃあ、今回臨時コーチも来てるし、はい、立はまあ、中日でもいいと思うんだけど、まあ、期待してる選手、やっぱり今回久しぶりに中に入って、うん、若い選手いろいろこう、うん、話しながら、ね、バッティングやっていたんですけど、やっぱり頑張ってほしいなっていう気持ちが強くなりますよね。その中でちょっとここまでなかなかこう自分の中でうまくいってない根尾選手ね、うん、ここはちょっと、まあ、ショートということでね、こだわってやってますけど、もしかしたら打つ方がね、しっかりしてくれば、新外国人選手が開幕遅れるということもありそうなので、レフトでもそういうチャンスが出てくるのかなと思うんですけどもね。ねやってたもんね。ねえ、ネオのまずいいところって、例えば本当にかわいそうなことに、甲子園で自分と同じような境遇だったんですけど、春夏連覇して結構騒がれて、もう入った時点ですごい名古屋のそのドラゴンズファンが期待が大きすぎたんですよね。いきなりもう12月にドラフト終わってすぐに一番ショートネオぐらいの感じで、やっぱそれがプレッシャーになったと言いましょうか。本人もここまでちょっと焦りがあるんですかね。でも自分から見たらまだやっぱり正直形、守備もそうですけども、打つ方もちょっとここだけは直さないとっていうところがあるんですよね。だからそこをとにかく自分が思うのは、今年はもちろん試合出たいと思うんですけど、今年1年で本当にしっかりとした自分の形を作ってしまえば、もう出れば体力もありますしね、早いと思うんですけども、ちょっとこう焦ってるのかなっていうのを感じますね。身体能力はとんでもないでしょ。そうですね、肩も強いですし、ただ中日にはショートに京田という、ね、守備やっぱり12球団でも上手い選手がいますから、でもショートにすごくこだわってるんですよね、彼は。はい、へー、どうなのかな、まあ、だけど外野は多分、まあ、僕いつでもできると、いつでもいけると思います。まあ普通に取るぐらいはね、多分できると思うんで、まあショートこだわってやってほしいとは思いますけどね、個人的な意見としては。後輩ですから、岐阜の。そうなんです。スタート結構頑固なとこあるからね。いい方に行けばいいですね、その頑固さが。ベンちゃんいい方にいたもんね。ベンちゃんも結構頑固なんですよ。こう見えて頑固どういうところで頑固なんだ。なんか野球じゃないところで。いやー、まあ、よく言われたでしょ、頑固だって。頑固、まあ案外頑固かもしれないです。ちょっと思ったらこう突き進んでしまう。突き進んでるのか。でもそういう部分がないとあかんよね。あ、かなと思います。そういう部分と素直に聞き入れる部分が兼ね備えないといけないのかなという、ね、いいバランスです ね。そう、あそこはいいバランス持ってないとダメだよ ね。そう思います。ベンちゃんは期待？僕はそうですね、リチャード。リチャード、リチャード、リチャード、ソフトバンクの野手バッターね。バッター、ハーフ、ハワイの沖縄の子です。リチャードね、ソフトバンクのリチャード、が育成だったのかな去年。育成から、そうです、今支配下になって、去年2軍でホームランを取ったっていうのかな。あ、ホームランを取ってんの去年で。山川がめちゃめちゃ飛ばすじゃないですか、で沖縄の後輩なんで一緒にこうあれしてるわけですよ、自主トレとかしてるわけですよ、で去年、まあ、今年はちょっと会えなかったんですけど、去年キャンプの時にリチャードに、あ、山川にリチャードの方を飛ばすって言うんですよ、バッティング練習が。だからパワーはもう僕では叶いませんって言うから。え、山川が言うの？山川が言うんです。飛ばす力は全然あいつの方が、だからそういった意味ではやっぱなかなか右の大砲って育たないんで、ちょっとね、右の大砲としてちょっと期待はしてます。え、どこ持ってる？内野は基本は内野ですかね。そうなんです。右の大砲で言えばベンジャン結構ドラフトの時から評価した、あの中日の石川、あ、石川ね、今年見た？今年見てないんです。見てないんだ。今年タイミング悪くて見れなかったんですけど、だけどやっぱり守備とかが結構安定してますよね、結構評価高いもんね、ベンジャンね。なんで打つ方ってやっぱ時間がかかると思うんですけど、ある程度守れさえすれば我慢してくれるんじゃないかと思うんですよね、使うのにも。なるほどね。だからそういう意味ではもう打つだけだったらやっぱり我慢できないじゃないですか、でやっぱスローイングとかがいいんで、
ちょっと監督がね、そろそろタイミングかなっていう時期に来たら一気にこう行くんじゃないかなと思ったんですけど、まだ2軍ですよね。今中日内野出るとこないもんね。ああそうなんですよね、結構高橋周平っていうのは守備うまいんですよ。うまいね、これうまいんですよ。そうなんです、だからビシエドもファーストにいるんで、うん、ショートセカンド厳しいですよね、うん、それこそレフトしかない、ね、外野になっちゃうんですね、そうなると、うん、だけどやっぱり体も大きいし、やっぱ飛ばしますからね、フリーバッティングがすごいもんね。ああすごいです、本当に。あの阪神の佐藤選手はどうなの？いやいやいや、あれすごくね、あれはすごくねって、なんか僕はあのバックスクリーンに超えたってのは見てないんですけど、 あそこの、宜野座の球場のバックスクリーン超えるって 150m ぐらい飛ばないと超えないじゃないですか。でもまあ結構風もね、うん、あったんですかね、まあ、もちろんフォローだったんだけども、だけどそれでもすごいよね。すごいと思います。ちょっとどんな成績残しますかね。あの、それこそ最近ピッチャーは1年目から結構いい成績残しますけど、うん、野手って残らないじゃないですか、うん、成績が、うん、だからそういった意味では久しぶりなんかちょっと。だって野手ってそのアマチュアの時に140試合とか30試合とかやらないですもんね、うん、絶対バテるもんね。厳しいですね、1年目はね。田澤さん何でしたっけ、1年目夏まで、夏まで2割9分ぐらい終わったら2割2分いくつだったんですけど、もうヘラヘラなんか全然できなくないなって勝手にこう思ってしまったんですよね。でも何が違うかって毎日試合じゃないですか、うん、あ毎日ミーティングあるし終わったら、あ、うん、あ毎日練習だし、毎日練習だし、うん、ようやってたよね。いや本当に、うん、あれの時もきつかった。あの1年目にやっぱ移動って大変でしょ。それは大阪から金曜日の朝、あの例えば西武、あ、いやいやいや、新幹線で東京駅まで行って、東京駅から中央線だっけ、中央線で立川行って、あ、そのあ、そうですね、中央線から行く場合、うん、立川にで止まるんだけど、あ、じゃあ中央線ですね、うん、で、まあ朝だから混んでるでしょ、まあまあ荷物持って、で電車乗って、でホテル入って、で飯食って、着替えて、ミーティングして、でそこから立川からバス乗って、はいはい、あの西武行って、まあ1年目の時にこれで先輩が試合出んのってすっげえ。で次がデーゲームナイターで、ね、あれそれこそ中野さんの時代って野球バッグはもう荷物車ありました。その時あった。あ、もうありました、うん、ファームはダメだったけどね。地元、うん、ファームは自前で、そう持って移動してた。あ、うん、井上和樹もあれ、はい、2軍行くとき、はい、自分で荷物持って帰る、関係ないグリーンに乗せるなとかグリーン車乗るなとか荷物持って帰るなとかね、その時にありましたね。そうそう、でもまあ本当新人なんか本当大変だよね、毎試合っていうのは、ね、びっくりするんだろうね。まあでもセリーグはね、パリーグ経験してないんで、その移動はね、うん、本当に楽やったよね、きっと。セリーグは楽です、ね、めちゃくちゃ楽ですよ。したもん、セリーグ来て、ね、新幹線で行っちゃったっていうね。新幹線なんで楽です、ね、飛行機乗っての移動ゲームとかはめちゃめちゃ体きつかったし、んどいね、うん、しんどかったっす、ね、飛行機で泣いたデーデーでしょ。そうです、まあ、最近デーゲームもね、はい、セリーグも多くなってきたけど、まだ西武とか1時とか1時半のデーゲームない。そうです、1時です。あれきついよね。あれほんでシートノック終わったらすぐ始まるよね、西武って当時ね。ああそうです、ブライアントなんかまだ着替え終わってないのに3番ブライアントって呼ばれちゃってそれでベルトとかこうやってやりながら打席行ったの。本当セーブすっごい早くて、あれうまいことやってんなって。いや結構きつかったのがマンデーパリーグってやったんですよ、一時期、うんうんうん、要するにあのセリーグが人気があってお客さんが入るんですけど、パリーグ人気なかったんで、うん、月曜日は、うん、月曜日に試合をやるって言って、でその時きつかったのが、西武でやって福岡に移動しなきゃいけない時にデーゲーム終わったら、うん、もう羽田にあの飛行機が間に合わないので、うん、あのデーゲーム、あ、試合が終わったらそのまま西武前駅から電車で移動だったんですよ、うんうんうん、だから汗だくでファンの人と一緒になってこうやって電車に乗って移動とかしてましたから結構きつかった。ファンの人喜んでたね。ファンの人も喜んでくれるんですけど、うん、だけどもう汗だらだらじゃないですか。そうそうそう、試合終わって急いで来てるんで、ね、もう気持ち悪くて汗ね、うん、そんな時がありました。いや、あの所沢が一番球場大変やったと思いますよ、うん、
遠いしね、遠いし暑いし、混むし、大変だった西武、西武ね、それが俺、セ・リーグ来たらみんな車で移動だもんね、それ神宮東京ドーム、ね、神宮東京ドーム、はいはい、で横浜スタジアム、はい、止まんないの、いや止まんないじゃん、何言ってんすか、もうそこですよみたいな、あそんなんだって、まあそれでもやっぱりちょっと移動が多いとかなんかいう選手がいるわけよね、お前パリーグに比べたらお前こんな天と地だぞと思って、日本ハムの選手なんかん全部、日本ハムの選手なんか全部飛行機ですからね、うん、すごいですね、うん、いや本当ね、